はい、皆さんこんにちは、ピカです。ドラゴンクエスト5、天空の花嫁、やっていくよ。はい、お化けの城レーヌ城からね、戻ってきましたら、このベラがサンタローズの町にね、助けを求めに来ていた。で、このピカしか見えない、この妖精の国から来たベラ。で、このポアンだっけね、ちょっと忘れましたけど、この妖精の国の女王様から、春風のフルートだったな。ちょっと喋ってみよう。うん、ポアン。フルートね、取り戻してくれということで、今、取り戻しに行きます。どこに行くのかわかんない。どこですか？ちょっと、出口もわからん状態でござる。君誰？私たち妖精には、剣を振るう力はありません。ピカ様、どうかポアン様の願いを叶えてあげてくださいませ。うん。あ、ここ階段じゃねえか。びっくりだぜ。よーし。まあ一応セーブしておこうか。よーし、ここどこだ、ここからか。うん、何か本はないのか。うん、ない。ここから眺める春の景色はとても美しいのよ。どこに行くんでちゅっか。ポアン様も考えが甘いのよ。妖精も人間も魔物ですらみんなで仲良く暮らそうだなんて。だからフルートを盗まれたりするんだわ。ああ、こうまだ町なのか。あら、ああ、これかもしんない。モンスター爺さんだろ。ああ、お主が連れているのはまさしくキラーパンサ。まだ小さいとはいえ、地獄の殺し屋キラーパンサーが人間に懐くとは信じられんわい。ポアン様は本当に優しい方だよ。僕みたいなスライムでもこの村に住まわせてくれるから。うん、私知ってるよ。フルートを盗んだ悪者は北の方に逃げていったって。あ、そう。ここから北か。こチロルなんかねえのか。チロルの、あった。はじ。あ、すいません。1000円あるんですよ。おー、鱗の鎧。革の腰巻きね。はいはいはい。まあ、ガバッと強くなれそうじゃが、チロルもね、あ、チロルじゃねえ、モモだ。モモ。モモは革の腰巻き、装備させよう。よし。で、鱗の鎧、青銅の盾。青銅の盾、買おうか。よし。よし、これでよい。
あとチロ、あ、モモのね。絶対なんかチロルって言ってしまうな。チロルでずっとやってたのかな。地図はねえのか。わからん。武器屋はあるか。武器屋はない。まあよい、北に向かおう。まあこれね、モンスターを仲間にできるようになったらまたね一段と面白くなるからね。早くそこまで行きたい。モモのなんか強い武器ねえかな。よし、チャンスじゃ。ああ、モモ、まだ言うことあまり聞かないのか。今、サボテンボールに命令したんだが、ああ、こうか。無視したな。まだ主従関係がうまくいってないようじゃ。あ、滑る。え？じゃあ回り込むのか。あ、宝箱。やめてー。よつよ。オッケー。いやー、ついえな、これ。うわ。モモ死んじゃったか。あ、なんとか生きてる。ピカホイミ。まあここはちょっとまだ早いかもしんねえな。ちょっとまたレベル上げなければいけねえかな。いや、滑りまくるぞ。どうやって取るんだ。とにかくモモの攻撃力が弱すぎるから、なんか武器欲しかったんだが、こう妖精の村になかったぞ。これ待って、横から開くか。開いた。 OK。 道具、まあどうなんだろう。賢さで、賢さだったかな、命令聞くの。賢
賢さ、まあまあまあ、今ピカの賢さ上げとけ。よし。で、ここではないようじゃね。あっち側か。魔法使いか、ギラじゃないだろうな。メラにしてくれよ。これ以上行かないんだけど。裏から回ろうと思ったけど回転しねえ。そしたら一時出るぜ。どうやって行くんだっけ。あ、話せばいいのか。言ってくれねえな。よし、ちょっとねレベルまた上げますね。じゃわいい、骨まできしむの。ところで、西の洞窟に住むドワーフの話を知っているか。いいえ。何でも大昔、盗賊の鍵の技法を編み出して村を追い出されたそうだ。保安様の代なら追い出されなかったのに、哀れなドワーフだな。西の洞窟ですと？いやはや最近はめっきり客も減ったの。さてと、よろず屋さんか。はい、はーい。ももには石の牙装備させています。でピカもですね、まあ鱗の鎧とか、装備しましたよ。で、防御力が少し上がった。そしたら西の洞窟に行ってみよう。もしかしたらさっきの開かなかった扉が開けれるのかもしれない。you
のアップル野郎め。モモが今レベル7か。まだ言うこと聞いてくれない。アコだ。縦札。字が読めなかった。はい、そうですね。ここか。宝箱。ああ、100ゴールド。おしおしおし。もらっておく。あいつだな、あいつだな。ここなんかある？あ、まだ行けそうなのか。行けねえな。この下は、あ、この下なんかいける。やばいぞ、やべえ。ベラがやばい。よし、あっちに行くぞ。君かね、ドワーフは。まったく、ザイルには呆れてしまうわい。わしがホアン様に追い出されたと勘違いして仕返しを考えるとは。妖精の村から来たお方よ、お詫びと言ってはなんだが、鍵の技法を授けよう。鍵の技法はこの洞窟深く宝箱の中に封印した。どうかザイルを正しき道に戻してやってくだされ。誰ですか、ザイルとは。うわ、人間と妖精だ。フルートを盗んだのは僕じゃないよ、ザイルがやったんだよ。フルート盗んだやつ北にいるって言ったろ。ここ西だぜ。わかった。待って、ここ止まれねえな。まあ途中に何か止まれっとこ、寝れるとかあっかな。あいつ弾けんのやめて。あー、弾けた。
今のとこに階段あったよね。で、どこたら中にあるな。まあ、とりあえず見回ってみよう。ここに穴があるぞ。穴が何か怪しい。まず地形を覚えるのじゃ。よし、そしたらここ降りる。これは誰だ？へへへ、あんたも鍵の技法を探しに来たな。でも俺様が先にいただくぜ。あ、そう。これはちょっとボス戦らしいからね、出直す必要がありそうじゃが、まあもしも、このダンジョンに興味のない方は、まあボス戦のところまで、ちょっと早送りしてやってください。まあこのダンジョンがまあどんな風になっているのか興味がある方はそのままご視聴お願いします。うん、まあこういうのね、まあたまにいて面白いこともまあ言うやつもいるかもしんないからね。うん、まあそこら辺は、う、毒沼だぞ。ベホイミ覚えた。はあはあはあ、こうなってんのか。はあ、ということはあの大きい穴落ちたらあそこの毒沼にとボットンと落ちそうだね。うん、もう一つの階段降りるところは多分階段あるはずだから、おそらくあそこの階段降りるので正解でしょう。まあどっちにしろボス戦の前に一時戻らないといけないかもしれないけど、まあボスの手前まで行ったら、まあ個人的に、そこまで、まあそこまでというか一時戻って回復してまたボスの手前までワープしていきたいと思います。なんか新しいの出てきた。眠ってる。
やあ。あ、宝箱。よし、これはすぐ使う。いやあ、すげえな。やっぱこっちが3じゃダメだな。3人2匹と1匹じゃ。あー、ベラがやばいが、あ、こっち行き止まり。なに、クソ野郎、ムカつくあいつ。ああ、ここ降りれ。ああ、モモとベラ眠ってるやつ攻撃してんもんな。終わったね。早いとこもも言うこと聞いて。あ、やーべ。上に宝箱。あ、ここは宝箱のところか。あ、鍵の技法だぞ。え、ボスは？鍵の技法の書から不思議なオーラが漂い、ピカを包み込む。オッケー。書物は音もなく崩れ去った。まあ、あっち側にも何か宝箱がある。まああれは個人的に取ってくるか。あの上のは取ったし。うん、そしたら戻ればいいのか。この下から行くのかな。でもなんだあの扉。ここ行けんの？あ、行けた。オッケー。すぐ使え。オッケー。え、こっち行けるぞ。あれ？あれ？あ、なるほど。扉だったんだ。わかった。そしたら戻ろう。
どっちだ、こっちか。ここじゃないぞ。下か。どっちだっけ？上行くんだよね。よし、戻ってきた。ザイルはあの塔にいんのか。あの影開かなかった。鍵の技法を身につけましたな。簡単な鍵の扉ならば、その技法で開けられるはずじゃ。どうかザイルを正しき道に戻してやってくだされ。わかりました。今行きます。ならばその塔までね、ワープしようか。その前に眠るのじゃ。おはよう、ピカ。ずいぶんうなされていたが、悪い夢でも見たのか。何？妖精の国が大変だと？寝ぼけているな。父さんは調べることがあるので、今日は家にいるが、お前も村の外に出たりしないようにな。いやー、薬草買い込んどけばよかった。失敗したか。
OK。はあはあはあ。あ、こう落とし穴ね。いや、これ絶対落ちるだろう。で、こういって、こう、こう、こう。OK。で、ここに来て、で、どういくの？あ、こう。ベラ、ルカナンなんか使うな、お前。ホイミーで取っとけ。作戦、作戦替え。あー、ベラやっぱ命令できねえのか。わかった。いや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 。あ、こうか。で、これは、どう行く？あっち。こう行って、おいおい。おい、なんでそっち行くかな？こっちだろ？いや、回らん。あいつか。こっから行けねえのか？ちょっとイラッとくるね。ベラ、お前、なぜベラにベホイミーかけるかな？ホイミーで十分だろ。こっちからか。おいおい、ちょっと待て。あ、これどうやって行くんだ？こう行って、こっちからか。いやー、痛い。これは痛い。ピカネ打った。あー、早く。めちゃくちゃ、レベル上げたい。もう一回今。これこう行って、右行ったらいけねえから左行かんといかんのか。こう行って、こう行って、こうか。わかった。よし、これで、あ、こだな。で、呪文ピカ、ホイミー、ベラに、で、ホイミー、ピカにもかけて、あー、ももにもかけとけ。よし、ザイルか。こいつも仲間にできるんだよな。結構役立つと思うんだよ。まあ今はできないと思うけど。
なんだお前は、このザイル様に何の用だ。あ、さてはポアンに頼まれてフルートを取り戻しに来たんだな。ホアンはじいちゃんを村から追い出した憎いやつだ。あのドワーフの孫なんだ君。フルートが欲しければ力ずくで奪ってみろ。よし、呪文、スカラ、ザイルって後ろ攻撃したっけ。ベラ、攻撃。なに、魔法トラだと。なら やれ。ぶち殺せ。おお、オッケー。くそー、お前なんか、お前なかなか強いな。じいちゃんを村から追い出したのはポアン様じゃないって。けど雪の女王様がまだいたか。とんだ邪魔が入ったこと。やはり子供をたぶらかしてというか、私の考えは甘かったようですね。今度は私が相手です。さあいらっしゃい。嫌です。うわはは、なんか変わってる。なんと雪の女王は魔物の姿に変え、魔物に姿を変えた。やれ、もう呪文ねえよ俺。よし、いいぞ、モモ。なんか効かん。もうぶっ倒すんじゃ。大きく息を吸い込んだだと。これは防御しといた方がいいのか。なんかベラ死にそうだ。やれ先に。うっか、そういうこっちゃ。そういうことだ。よし、ナイスベラ、行け。強えな、大きく息吸い込んだ。まあまあまだ大丈夫だろう。やれ。よし、いいぞ。あ、お前ちょっと強くねえか。やべえ。おいおいおい、ダブってる。くそー、ほっとけばよかった。ほっとく。よし、熱い。グーハン。なんだ、雪の女王様って悪い怪物だったんだ。俺騙されてたみたいだな。うわー、まずい。じいちゃんにうんこさせられる。帰らなくっちゃ。
ああそうだ、春風のフルートならそこの宝箱に入っているはずだぜ。忘れずに持っていけよ。じゃあな。よし、まあ一応ホイ見かけとけ。もう多分現れんと思うけど。マップが足りない、ピカの脳みそも足りない。はい、そうです、そういうこっちゃ。おっしゃ、春風のフルートを見つけた。ブーメランを見つけた。オッケー、よーし。そしたら、まあキメラの翼使おうか。いったーい、うす、店長ねえだらっつーの。はい、いい。はい、キメラの翼20円ぐらいするんだぞ、お前。消し飛んだじゃねえか、お前。やばいやばい。これ、どう行けばいいんだ？これ一応、塔っていう設定なのかよ。マジかよ。おい、ボス倒したら出ねえだろ、普通。瀕死になってたらどうすんの？とどめだぜ、そんなの。ダメでっちゅう。尖った骨だと？ああ。石の牙の方強いのか。とにかくここから出て、はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回、フルートを返すところから、妖精の村のところからスタートしたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。またね。